川崎市とどろきアリーナで5月23日、みんなのスポーツフェスタが開催されました。コロナ禍で自宅にいる時間が増え、運動不足になりがちな中、市民にスポーツを楽しんでもらおうと、中原区スポーツ推進委員会が実施したものです。サブアリーナにソフトバレー、ファミリーバドミントン、スリーアイズのコートが用意されたほか、アリーナの玄関前にはノルディックウォーキングが体験できるコーナーが設けられました。この日は午前の部と午後の部の2部制で実施され、家族連れを中心におよそ100人が参加、心地よい汗を流しました。ファミリーバドミントン、ソフトバレー、スリーアイズ、ノルディックウォーキングという4つの種目を今回ブースとして出展させていただいたんですけれど、この4種目については子どもから大人まで誰もが参加できるようなスポーツを選びました。中でも今回人気を集めたのはスリーアイズ。ボールを投げ、ビンゴの要領で得点を競うスポーツで、子どもから大人まで一緒になって楽しむ姿が見られました。こういうイベントがあるのも知らなかったし、こう知らないスポーツなんかもやらせてもらってよかったね。いろんなスポーツができて、その中学校生活が始まったんですけど、それのリフレッシュ、ストレス発散にもなって、その楽しかったです。小学生以下を対象に正しいフォームで走ることを身につけ、体力の向上を目指すキッズラン教室が毎週火曜日の夕方、下小田中小学校の体育館で開催されています。総合型地域スポーツクラブ中原元気クラブは、児童生徒を対象にダンスやマット運動、バドミントンなど6つのプログラムから構成されています。会員に登録すると6つ全てのプログラムを好きな時に受講することができ、このキッズラン教室もプログラムの一つとして行われているものです。現在100人ほどが会員登録をしているといいますが、この日はおよそ30人が参加、腕をしっかりと振り、全身を使って走ることができるよう、スキップやジャンプなどさまざまな動きを取り入れながら、ゲーム感覚でトレーニングを進めていきました。これをやってるおかげで、足が速くなりました。いや、疲れます。火曜日はどうですか、お家帰ると。もうすぐ寝ちゃう。動きをつなげるような神経が発達する時期なので、そういう動きをたくさん入れてます。あと、ただ単純に走るだけじゃなくて、今後例えばサッカー、野球、バスケ、バドミントンなど、いろんな種目にチャレンジしてほしいので、その一環としていろんな動きを入れてます。運営スタッフは総合型地域スポーツクラブの利点を活用して、さまざまなスポーツにチャレンジしてほしいと話していました。毎週水曜日の午前中、親子で参加する体操教室が等々力緑地に隣接する会館等々力で行われています。2歳から3歳の幼児とその保護者を対象としたこの教室は、親子で触れ合いながら楽しく体を動かすことがコンセプトです。子どもたちはさまざまな動きを経験することで、転んだ時に反射的に手をついたり、自分がイメージした通りに体を動かす感覚を身につけていくといいます。講師は運動遊びの指導員、体操教室という名前がついていますが、あくまでも遊びの中で楽しく体を動かすことが大切とのことです。後半ではマットの上を転がったり、
前転につながる動作にも保護者と一緒にチャレンジしました。他の子と一緒に遊んだりとか走り回ったりとか、すごい本人が笑うようになりました。外で初めはなんか遠くから見ててもその子の真似っこしてみたりとかしているので、あ、なんか本人なりに頑張ってるんだなって思います。そうですね、この子すごい元気すぎるので、こうやって体のうまく使う使い方を教えてもらいながら楽しくやってるので、すごいなんかその後も頑張って動いてるとちゃんと夜寝てくれるので親も嬉しいです。運動する習慣は生涯にわたって健康の基礎となるものです。参加者は大人も子どももこの教室で体を動かすことの爽快感を味わっていると話していました。とどろき緑地で5月30日第10回 CC とどろきエコクラシコフェアが開催されました。この催しは脱炭素や資源循環、自然共生を楽しみながら学ぶ機会として、川崎フロンターレや川崎市などが年に一度実施しているものです。今年は会場を3つのエリアに分け、火を使わないエコ気球や川の生物に触れ合うコーナー、またものづくりを通じてエコを学ぶコーナーなど19のブースが用意されました。この日は川崎フロンターレの試合が行われることもあり、会場には観戦前のファンが訪れるなど、どのブースも盛り上がっている様子でした。ちょうどこのコロナ禍でこういった人が集まるイベントって限られてるっていうこともあって、多分大勢の方に集まっていただけたのかなと思います。普段こう触れることができないような楽しいイベントありますので、まあ、そういった貴重な環境ですとかエコに関するものに触れていただいて、まあ、そのありがたみっていうのを家庭に持ち帰ってもらっていただければなと思います。初めて来たんですけど、賑わっていて子どもでも楽しめると思いました。子どもたちにとってはすごく分かりやすくていいイベントだと思います。SDGs で平松小学校がやっているところブースに行ったんですけど、そこで知らない SDGs のことをクイズ形式で教えてもらったので、すごい役に立ちました。中原市民館で6月11日、65歳以上の市民を対象に目指せパワフルシニアと題した講座が開かれました。これは毎回違う講師から食生活や筋トレなど健康に関わるさまざまな物事を学ぶことができる連続講座です。7月17日まで計5回行われます。初回となるこの日の講師は川崎市内で栄養士や日本スポーツ協会公認のスポーツ指導員として活動している米井智子さんです。まずはじめに健康に必要な運動や栄養についての講義が行われました。必要な運動量はそれぞれの心拍数で決まるという話があり、実際に心拍数を測って自分の運動量を把握する時間も設けられました。次に家でもできるストレッチや筋トレ、有酸素運動を実際に体験、最後には曲に合わせて全員で体を動かし心地よい汗を流していました。動きたい動きたいと思ってらっしゃる人たちが集まったのかもしれないんですけど、元気な方ばっかりでしたね。80過ぎてね、この動きはきつい。で、先生が意外と分かりやすかったのでよくできました。私も頑張りました。